ネギトロのネギは野菜のネギではない。ネギトロという言葉は日本料理でよく使われる食材の一つです。しかしネギトロに使われているネギは一般的な野菜のネギとは異なります。一般的なネギは浅月花の多年草であり、その葉や根茎を食用とする野菜です。一方ネギトロに使われるネギはマグロの中でも高級な部位であるトロに会えるために使用されるものであり、一般的な野菜のネギとは全く異なるものです。ネギトロのネギは通常は細かく刻んでマグロのトロと会えたり、寿司のネタとして使われたりします。そのため見た目や食感、味といった面でも一般的な野菜のネギとは全く異なるものとなっています。ですのでネギトロを食べる際には一般的な野菜のネギとは異なるものであることを理解しておくことが大切です。ネギトロは高級なマグロの部位として珍重される食材であり、その特有の美味しさを楽しむためには正しい知識を持って食べることが重要です。したがってネギトロのネギは野菜のネギとは全く異なるものであることを理解し、その美味しさを堪能することが大切です。それぞれの食材の特性や使い方を理解し、料理を楽しむことが美味しい食事を楽しむための第一歩となります。